ございます。今日は七色ダムに来てるんですけど、今日まだボート紹介ロコチャンネルメンバーでしてない人がいるということで、はい、今日はちょっとその方のボート紹介をしたいと思います。おはようございます。レジェンドこと森口さん、実はまだボート紹介まだですね、だったんですね。実は撮ってたんですけど出せなかったって、はい、はい、いろいろあって、はいですね、はい、はい、じゃあ早速ボートの方見させてもらっていいですか。いいよ、はい、はい、これはジャビルですね。ジャビル386ですね。13フィートで、エンジンは何馬力？エンジンは30です。ホンダの30。30馬力を純正のパワートリムをつけてもらったっていう感じですね。パワートリム。ああ、これはね。ああ。はい。ボタンでこうウィーンウィーン。そう。これ何キロぐらい出るんですか。これでもね、40どれぐらい、45ぐらいかな。あんまり、あ、でもそんなに気にして見てないけど、釣りするなら十分なスピード。もう十分です。はい。なるほど。十分ですね。一応ステンのペラだけ入れてます。はい、これですね。これもちょっと高めな感じ。これもうね、随分古いんで。多分今買うとすごく高いと思います。ああ、なるほど。当時どれぐらい、4、5万、はい、ぐらいやったと思います。はい、はい、ですね。これデッキは自分で？いやいや、もう僕はもうちょっと不器用なんで、はい、こういったことは全てお任せするようにしてます。これは何のボタンですか？これはキルスイッチですね、はい、ボタンじゃなかったですかね。ですね。これは何のこれはですね、このメーターの中の照明のオンオフです。ちゃんとつくようになってます。ですね、はい。どうでもいいとこつくな。エレキはモーターガイドツアーの82ですね。なんでかわからんんですけど、当時どう思ったんかあれなんですけど、42インチを39にカットしてもらってます。はい、39インチに。はい。だからこうちょっと微妙に、なぜそうしたのかはもう覚えてないです。あ、キャビったりはしないんですか？キャビ、うん。池原七色で使う限りはそんなキャビることはないですけど、はい。一回七川で、はい、激流のところでキャビてましたね。はい、これ魚探がガーミンですね。どっちもエコマップですか？ウルトラですか？エコマップウルトラやったかな。11インチとこっち側が何やったっけ。エコマップの7ですか？ウルトラ、これ9。あ、9ですか。うんですね。こっちがでライブスコープ見て、こっちが通常魚探で、これ結構ストレージですかね。この全部あるように見えて、意外とね、入らないんです。ちょっと開けてみてもいいですか？ちょっとだけやで。ちょっと開けさせてもらえるということで。あんまりもうゴミしか入ってないんで。これカバーと、あと免許関係と、はいですね。あともこういった真夏の、ああ、こうギュッてやったら冷たくなるやつをそのまま積んでます。これはステン、これステンス、あ、アルミかな。うん、どっか当時物ですね。元からですか？元からこういうデッキ。あ、これちょっと今見つかった。流行りのワームが入ってますね。そこはね、
特に何もないんです。あ、ここにあのこれあのライブスコープのブラックボックスが入ってますね。ですね、これはこのライブスコープを導入するにあたってこのマウントと、もともとペダルはオフセットじゃなかった、でそれを機械にオフセットをつけてもらってここにブラックボックスを収納できるように作り直してもらったと、クルーズさんでやってもらいました。なるほど。ただこれを入れることによってまたさらに収納スペースが少なくなってしまって、あ、収納結構大事ですよね。収納大事です ね。ここはライブエルですか。これライブエルですね。ちょっと開けましょう。あ、ここの蓋が全部開くのかと思いきや、ここだけそこだけ開くという。なんかちょっとちっちゃいような。そうですね、これあのこれ新艇で買った時にあのノールーツさんっていうところで買ったんですけど、そこのオリジナルっすね、オリジナルライブエル。これ大きいバスとか大丈夫ですか。大きいバス釣れないんで大丈夫です。大きな釣れることがないんで大丈夫です。もう40センチ3匹とかでも結構窮屈そう。40センチは1匹までしか釣れないんで大丈夫です。そんな大丈夫です。そんなことはない。でも全然大丈夫ですよ、入ります。これあの60も入ります。オートとかもついてるんですか。オートとかもついてます。スイッチ類はあそこにあるんですよね。ちょっとね、ちょっとね開けにくいんですけど、あとここにあそうライブエルとか結構ミルジとかこういうのってこの辺とかにつけてる人が多いですよね。最初表出てたんやけども、はい、こう雨に濡れちゃうとどうしてもスイッチがあの壊れ調子悪くなっちゃうということで、まあ、とりあえずかからない。あ、あえてこうしてるんです。あえてちょっとこういう風な感じにしました。いっぱいスイッチあります、ね、しましたじゃないね、してもらいました。あ、してもらいました。いっぱい2つはあのもう何もないです。あ、そうですか。あとは後ろのビルジと、はい、これライベル、はい、内需もついてて、あ、はい、内需のポンプが外順と内順ついてます、はい、へえ、はい、でその内順のポンプであのこういうのホースつけてもら、はい、もらってて、これウェインバックにここから水が入れれるよと。なるほど。ここの湖の救わなくて も, くてもここからここでジャーッとちょっと汚いですけど、あ、ここもあれです。ここは先見証とか入ってます。ちょっと浮力帯の上になるんですか、ね、ちょうど。だからもうこの程度の収納しかできないっていう感じですね。バッテリーはどこに積んでるんですか。バッテリーはどこに積んでるんですか。バッテリーはね、とりあえず一番後ろのところにクランキング用と、はいはい、クランキング用とライブエルとかを回すこっちですかのを入れてます。ここにあ、これ鉛ですね、はい、ボイジャー積んでます。エンジンつける時用とあとビルジ関係、ビルジですか、関係はこっち側から取ってます。あっちがガソリンあれタンクでですね。エレキのエレキはバッテリーはよいしょ、こういうところにも全て入れるところかな。これは流行りのリチウムバッテリー。これリチウムですね、2発。こっち側が魚探用の12ボルト、はい、でこっち側が、エレキの24ボルトで、こっちは FBI さんで、はい、買ったやつです。すごいですね、やっぱり軽くてね、はい、楽です。だいぶ変わりましたね。ここにボイジャー2発積んで、はい、ここに3発積んでた時はめちゃめちゃ船も重たかったけど、はい、ここに2発リチウムに変えてからすごい船が軽くなって、はい、もうプレーンが早なりましたね。うん、うん、もうここに鉛2発積んで1発積んでた時はもう雨降って、はい、ライブエルに水張ったら、はい、デッキも水すぎますし、ね、もうプレーンしない。
やっぱり船重さ大事ですよね。大事やね。バランスと、ただやっぱりここに積むことによってやっぱ荒れた時、はい、こう叩いて、はい、そのバッテリーにどういう影響があるのかっていうのはちょっとわからない、はい、うん、ですね。一応そこにクッションシールみたいなのは貼って衝撃を吸収できるようにはしてるんですけど、このちょっと見えへんですね。接続部分をちゃんとこのアンダーソンコネクターで、そうですね、アンダーソンにしてもらって、なるほどですね。今日7色着てますけど、はい、この船でどこの、まあ、いつも行ってるフィールドというか、これはもう今はもう池原七色、池原七色だけっすね。だけですか。だけですけど、多分来年は野村行きます。ああ、はい、なるほどなるほど。これ、いいとこって例えば船欲しいなって思ってる方とかに、うん、この船のメリットデメリットってちょっと。そうですね、今もこの方は新艇ではないと思うんですけど、はい、多分ちょっと長なって、はい、396か、はい、なんかちょっとね10センチぐらい長なって、はい、あるんですけど、やっぱり手頃な大きさと手頃なエンジンなんで、はい、まあ、池原7色、はい、で使う分にはもう十分、まあ、この船が欲しいってなったら、まあ、中古で探すしか。中古で探すんで結構ね、多分玉はあると思うんで、はい、まあまあ探せば結構出てくるんじゃないかなと。大体例えばこのセットで欲しいみたいになったらいくらぐらいとかであるんですかね。どれぐらいやろうね、中古で。はい、中古でトレーラー入れて、はい、トレーラー入れて、もう普通に釣り行けますよっていうセットで。セットでエレキとかこういうのはまずこだわらずに、こだわらずに魚探もこだわらずに、はい、やったらどうやろうね、60〜70万。ああ、それぐらいですか。ないかな、もうちょっとするかな。放送持ってたらねちょっと高いかも、はい、エンジンが、エンジンがね、ですね。森口さん買った時はもっと、ここもうね大昔に買ったんで、ああ何年くらい。いや、もうめちゃめちゃなるっすね。もうここのは古いから、ここにこう持つハンドルとかもついてないし、ああ、このよくこの辺についてるやつですね。そう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 、走る時とかに、ね、はい、ついてるし。そうですね、あの、このついてないんで、このエンジンの上げ下げのスイッチもそのハンドルにつけてる人多いですね。つけてる人とかね、この後ろの魚体用のマウントとかもね、はい、ここにつけれるやけど、これは残念ながらもう年式が古いのでなかなかね。この船はちなみに、うん、1代目、何代目の、これね、僕一番最初買ったのはジョンの、はい、ランドの10フィート、はい、パントって言われるやつですか。いや、あ、違うんです。その当時はね、まだパントっていう言葉が多分なかったと思う、はい、今で言うパントっていう。でパントって言ったら四角い平底の幅の広い、はいはいはい、僕はジョンって言ったらもう細長いやつを買って、はい、それで池原行ってましたね。はい、カットアップして、そのそれが1代目。それ1代目で、その次にシーニンフ、はい、12K、12フィートの、はい、うん、当時そのマーキュリーの C プロにすごいこうなんかこう憧れみたいなのがあって、はい、でそれ買いました。ほんでその後はステーサの 370VN、 結構乗り換えてますね。 VN っていうのが新型みたいな感じで出た時に、はい、もうすぐ乗り換えて、はい、ですね。ほんでその後がこれかな、じゃあ4代目っていう。4代目ですね、で乗ってるの歴も長い。これがやっぱり全然ダントツ一番長いと思います。やっぱ乗りやすいとか、乗りやすい、安定がいい。水切りはねそんなに多分ね、はい、良くないと思うけど、静止安定性はすごくいいと思う、うん、2人で釣りしても全然大丈夫な感じ。全然大丈夫ですね、広さ的にはね問題ないと思います、うん、はい、かなね。予算的に余裕があったらステーサ400とかの方が。あ、そうですね、うん、確かにそうです、ね、いいかもしれないですけど、まあまあ
十分じゃないですかね。初めて例えばボートが欲しいとかいう人やったらもう十分すぎるぐらいの、うん、十分すぎると思います。うん、引っ張っててもね、はい、そんなに全然苦にならない大きさやし、牽引免許もいらないです。牽引免許ももちろんいらないし、はいはい、こんな感じで、はい、終わりますか。じゃあ終わります。はい、はい、すいません、ありがとうございました。はい、森口さんのボート紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。